するしない。この間あのおいっ子さんに教えてくれた。可愛かった。見ました、あのうちのおいっ子。おいっ子会の中でも、まあ、うちにはそう可愛さで、いや本当うちのおいっ子可愛いんですよ。そうしよう、うん、もうおばちゃんすごい貢いでて、ハゲで貢ぎババって思いますよ。兄弟姉妹から。もうなんかそこでおーわかっしょたかった。ブライチブライチブライチ乗らぬー。2000ゴールです。リーズマンカイチ。いいね、早いね。うまい。私が縦になってるんでちょっと待ってください。おお、いたね。4000ホール。うわ、かっこいいね。乗ったね。あー、ティグが暴れまくりだ。いや、どうしていいか分からないですよ。ティグが暴れまくりだ。おめでとう。やった、おめでとうございます。ありがとうございます。よかった、最後にってやんなくて。いや、ボールペンあるから、みんな。はい、できました。じゃん、着れないね、これ。ほんとこんな書いたら使えないものになったね。なんかそういう意味の着れないじゃなくて、 やべえ方の意味の着れないになりました。これじゃあぜひ、あのマジでいい素材なんで、あの印刷取れないんですよ。これすごくないですか。あ、プリントじゃないんですね。ちゃんとね、あの印刷されてるんで、すごい、かなりそれありがとうございます。おめでとうございます。買いました。よくやるんですけど、教室の生徒さんとかと。はい、何から皆さん切りますか。はい、はい、いい、早い早い。本名で呼んでいい。ああ、もう大丈夫です。友達みたいな。何からいきます。何です。何からいく。何以外だと何ですか。他にあります。みんなね、これいくつでも意見あっていいんですよ。まあ、自然なのは第一位なんよね。一番薬灰に関係がなくて、重なった時にも痛くない。これ以外で切る灰って何ですか。まあ、こういうのかな。さあ、対局終わりました。皆さん、お一人ずつ感想をお聞きしたいんですけど、こちらからいいですか、文さんから。はい、はい、どうでした。はい、すごい緊張してきたんですけど、まあ、楽しくやることを目標にやったらトップ取れたんで。本当よ。はい。T シャツもらえて超嬉しいです。おめでとうございます。ありがとうございます。参りました。暑かったね。暑かったです。最後もういろいろ勉強になりました。ありがとうございます。はい。どうでしたか。最年少。と日向さんと打てる時はあまりないと思うんですけど、少ない中でも。貴重な体験させていただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。すごくできたことでしょ。本当にうちの子なの。ありがとう、すみません。なんかね、いい、そのできたこのお父さんです。はい、ありがとうございました。今日はもうなんか楽しくてなんか、まあ、負けてはしまったんですけども、まあ、子供も打つことができてもうすごい良かったです。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。さあ、そして高専で。あ、高専で。はい、僕は麻雀初めてそんなにミス立ってなくて、今日も点数計算とかいろいろ手伝ってくれてる、こうアットホームなこの環境で、すごい麻雀打ってたのが楽しかったです。もっと向上心持って次は勝てるように頑張りたいと思います。かなり内容は良かったからね。ありがとうございます。最後はちょっと使う子でしたもんね。テンパイすらちょっと厳しい感じでした。だけど皆さんにぎやかに一緒に打ってくださって、最後はちょっとあの無言なんでガチな雰囲気出ちゃったんですけど、初めてのメンバーがこの方々で本当に楽しかった。ぜひ今度はあのお子さんも、はい、ぜひ出てきてください。来たかったんで、もう教えます。です、はいはい、絶対連れてくんでマジ教えてください。はい、ありがとうございました。さあ、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。すいません、やらなくて。